ん、今日のみんな、リトお菓子、レンファー、もちのはるか、サッタ、マイマイ、ひーちゃんです。ということで、本日の企画は昔の言葉でヒットソングを当てろー。イエーイ。古典の授業得意だったみんな。一番無理だ。得意とこだよ、ほんとに。今、ゼロ点やった。古典嫌すぎて、あの、理系にしました。あ、もう終わりですじゃん。もう古典語にしてあります。古典語っていうの、古典語に歌詞をしてあります、はい、今からそれを見せるので何の曲かを当てていただきます。はい、1位、2位、3位の人たちがポイントもらえて、1位3ポイント、2位2ポイント、3位1ポイントで、下2人はもらえないと。はい、わー、嫌だ。頑張ろう。で、1位取った方には私からアイスをおごろうと思います。行きたいですけれども、その前に私たちから告知があります。はい、6月16日代官山ユニット3人で私たちのワンマンライブ高雲寮が開催されます。まだまだチケットの方まだまだあります。もうお友達とかね、みんな連れて本当に来てください。お願いします。お願いします。それではやっていきましょう。ポンポン。まず例文から失礼いたします。はい、あゆまむ、あゆまむ、我はなんてらひ読めてないまず。あ、なんだっけ、お散歩みたいな。あ、正解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 です。歩こうの、歩こう歩こう、私は元気、歩くの大好き、どんどん行こう。待って、ひーちゃんやばい、やばいよ。よし、これいけるぞ。まあこんな感じでね。あ、でも待って、ね、アイス食べたい。あゆまむ、我は生きよりあゆむと恋しゆくゆくいがむ。むずー、何もわかんない、やべえ。前だってさ、生き物がかりさんのさ、歩いて行こう、歩いて行こうというやつかと思った。おお、え、待って、アイス取られちゃう。まあ、でもこんな感じでやっていくので、みんな頑張って。はい、頑張ります。今のは例文なのでひーちゃんには入りません。ちょっと悔しい。で、分かった。え、なに？手挙げてね。いや、これ題名分かんない。分かんないよ、題名。おのれ？はい。あんたのこと？まいまい。うわ、あれ何？正解！やばい、やばい、題名分からん。分かんない。題名が違う！あ、ごめん。題名なんだ、あれ。ねえねえねえ、分かる、分かる。途中だよ、途中だよ。やったー。ところ、まいまい3ポイントです。はい、それじゃあ、2ポイント、1ポイント。違います。はい、じゃあ違います。なんで書いた、それ。君に振られて可愛くなりました。違う違う、ねえ、わかんない。題名、題名、2ポイント、2ポイント、やった。題名がわかんない、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 題名がわかんないの。やばい、惜しい、惜しい、惜しい。ひーちゃん惜しいです。でも待って待って待って、惜しい惜しい、一文字足りない。え、挙手は、はいはい、はるか3位。やだ。答えはときめき宣伝部さんの最上級に可愛いの。やった、ここは厳しいですよ。私が最近めっちゃ好きな曲だわ。私も生誕で歌ったから。そうか、そう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 。ででん、はい、題名あってこれ、あ、はいはい、あ、今マイマイが言い早かったので、はい、マイマイから、はい、正解。はい、はい、合ってます。はい、はい、待ってる、待ってる。え、これ何ポイント？2ポイント、2ポイント、まだか1ポイント。マイマイ3ポイント。こちらはですね、ハニーワークさんの可愛くてごめんでございます。うわ、すごい。マイさんも、うわ、あ、待って、え、はい、何、夢の歌って、夢の歌、はい、じゃあ、はい、はるかから書いてください。はい、ひーちゃん次、合ってます。やったー。マイマイは違います。え、合ってんの？はるか、はるか、ねえねえねえ、しゃ、3ポイント、もちろん3位。はぁ、やだ。ということで、え、1位誰だ。はい、1位はるか、2位ひーちゃん、3位もちろん。はい、こちらはですね、バーディーさんの怪獣の歌でございます。怪獣の鼻歌じゃないの？違う、歌でも怪獣の鼻歌って書いてあるのね。そういうことか。だからひらがなで書くんだったら怪獣の歌じゃなきゃいけないし、え、漢字だったら、そう、今ね、こうやって書いたの。そうそう、わお、だから、それだとちょっとね、ってことでしたね。鼻歌って言うんで歌ってもいい。え、そうなん、悔しい。次、
次いきますよ。はい、まあ、これはねさすがにね簡単だと思いますよ。第4問こちらです。はい、歌ってる人は合ってるね。え、歌もこれじゃないの？これもつかない。合ってます、歌ってる人は合ってます、はい、え、違うの？お、もちろさん1位抜け。歌もこれでしょ？ちょっと待って、1個いい？あの、かさぶたって何それさ。散歩じゃない、散歩さっき出たでしょ。はい、前々はそれは歌ってますもん。え、じゃあ最後まで、最後までひーちゃん、ひーちゃん。はいはいはい、歌詞自体変わってる。はいはい、前々どうぞ。前々3位抜け、おめでとう。最後まで歌ったら、最後まで歌ったら分かった。正解は、嵐さんのハピネスでございます。つぼみと散歩は何マジで。小さなつぼみを咲かせるよみたいななかった歌詞に。え、あったっけ、あったっけ。え、スナップのさ違う、今回一つだけの話じゃない。じゃじゃん、日本語読めへんねんけど。はいはい、違います。はいはい、まいまい惜しい。はい、ちょっと待って、漢字がね、やばい、怪しい。それと違います。違います。みんなちょっとね、あのチェリーと間違える人が多数ですね。はいはい、うるさ、漢字が違う。はい、やばい、うるさ。あ、それとも、それは大事ではない。はい、はるか1抜け。はいはい、あの、形容ちいかわ、ちいかわ、それとさっきのにちいかわ出せる。はいはい、ちいかわ、あ、まいまい、恋って感じがね、ずっとね、怪しいんだから。はい、待って、待って、やばい、ね、絶対に800さんの小さな恋の歌です。うわ、惜しい。小さくて構わない。なんだっけ、だから小さいです。小さい、そういうことね。一人でやることなき人。それ小さな恋の歌だったんだ。チェリーだと思ってた。響け恋の歌とか言ったから。君ばかり及ば魔法師。ずっとチェリーだと思って歌った。響け恋の歌です。思い出せなかったわ。まあ、これはちょっと難しい。もはやなんか恋って感じも分かんなくなってきた。はるかも、はるかも恋ってうち違うって最初言われた。最初にあなたは変になってた。小さな変の歌になってた。そう、恋書いて一回、さっき恋だよね、これ。違う、なんかちょっと、もうちょっとさ、なんか上、そう、なんかね、最初しかも違うよ。下の心が、心も点みたいなさ。あー、まあでも一緒だよ。まいまい、だからなんか一瞬バグった頭すぎてみたいな。当てないと、あなたたちちょっとさ、あ、やだやだやだ、それこれちょっと当てないと、あの、本当にもうそれ以上言わないで。やめた方がいい。うわ、やめた、もうやめた。どうぞ。わかった。え、何？はい。はるか一抜け、すごい。じゃあ簡単や、これは。はい。正解。え、すごい、みんな簡単って決まってんけど、前も。はい。あ、ソルちゃん、ジャニー。合ってるよね。合ってる。私のこだわり。中をセップにしたところ、なんかセップンセムそこら辺で気づいた。あって、そう、いただきます。でれん、はいはいはい、もちろんさん合ってます。1抜け、ソルト2抜け。やったー、やばい。え、なに、なんかでも漢字わかんない。ひーちゃん3抜け、おめでとう。わかった、アイドル。漢字読めないわね、漢字読めない。それもね、ちょっとこのね、テストのあれですからね。いや、むずいね。はい、むずい。これでもね、わかりやすいかも。どうぞ。あ、わかった。あ、あ、あ、待って、最後まで言えばわかるかもしれない。はいはい、バイバイ。正解。はい、やった。今、はるかぎ、違う、はい、違う、はい、違う、違う、かってなに、マジで私は最強。ここに我は最強書いてあるよね。最
はガチで言えないと思う。はるかでも知ってる。はい、ひーちゃん違います。それは歌手なんで違います。7、8年ぐらい前にちょっと意識を。え、そんなんやって10歳だよ。10歳、絶対やばい。けど有名ってことやね。めっちゃ有名。信号なんか出てくる歌知らん。バンド系かと思ってた。あ、お、あ、じゃあわかんない。本当にバンド好きなんだけどな。はい、バンドですね。あ、ふーちゃん正解。えよ、ふーちゃん正解。3ポイント。やった。はい、バイバイ。正解。うぅ、見抜け。うそー。え、でわかんない。誰バンドって、え、バンドって何。これめっちゃヒントだよ。あー、ここにヒントが。あ、ほんとだ。そうだ、気まぐれから。あー、でも構わない、君でいないから。そこか。え、今どんな感じで見ちゃったの。14 13 13 14 13 13 5。それじゃあ9。お、おーま、どうしようかな。一番低い人じゃ、わかった。あいつ欲しい。一番最初にわかった人10点にします。あー、はい、はい、はるか。正解。1抜け、2抜け、3抜け、ということで正解は古本和優でした。ちょっとごめん、風邪で怖かった。あの、綴りが違うって感じ。これじゃないの。はるかが24 24 ポイント。22点。はい、21ポイント。お、さぶちゃんが9で6ポイント。ね、あの人のためにさ、このポイントにしたのに結局ダメやん。子供で飲み出しただけやん。え、これ楽しい。え、ね、これ楽しい。でも面白い。難しかった。絶対無理かなと思ったけどさ、いける部分もあってさ、ね、そう、意外といけた。え、絶対最後フルポンの曲だろうって思ったのに、見た瞬間分かんなくなった。あ、曲名が出てこんなった。君のでもう分かったか。うん、何の曲なんだろうになった。あの、絶対そのWhy me か無理なんだろうなと思って、あの風言うと、え、私もう無理ってか、もう書こうとしてたもん。え、そう、なんか書くなと思ったけど、わかるかな。え、無理だとどうなんだね。バーバーと言葉はあいゆえにみたいな。やばいね。なんのかな。じゃあみんなで一回これ歌っとく。あ、それか、罰ゲームのみが歌おう。あー、いいじゃん。これで、はい、どうぞ。1 2 1 2 3 4。君の苦しこの愛は、君の必殺笑顔は、我ばかりのものになる。いいでいかむ、君と我。どこだ。いいでいかむ、君と我じゃない。さあ、いいでいかむ、そう、君と我。ちょっと、ゴロフちゃん。グダグダな。でもグダるとこ一緒やったから、一緒だったよ。カテナ出てたもん。ちょっと難しいなみたいな。むずいね。いや、難しかったね。でもむずい。そんなわけで1位を獲得したのははるかさんでございます。あっ、絶対に何があっても殺してでも勝とうと思ってたので、嬉しいです。そうなんですよ。嬉しいです。またこういう企画やりたいなと思います。はい、はい、本日は昔の言葉でヒットソングを当てろーやってみました。この動画が面白いなとか、このゲームやってみたいなと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。また明日の動画で会いましょう。バイバーイ。